それは1949年の夏でした。若い地質学者ヴァジーム・コルパコフはロシア北部のイルクーツク地方でこの地域の地質図を描くという任務中、非常に神秘的なものと出会いました。それは数十年経った今でも専門家を困惑させ続けています。果たしてそれの正体とは。8月中旬、歩き疲れたコルパコフはやっと地図を作成する場所に到達しました。そこで地元のヤクート族に出会い、森の中に隠されたとある場所の忠告を受けました。現在はパトムスキークレーターとして知られていますが、地元の人々は当時巨大な鳥の巣のように見えることからファイヤーイーグルネストと呼んでいました。高さは40メートルで、例えるとあのセコイアオスギの半分の高さ。円錐のような構造の直径は160メートルで、シアトルのスペースニードルを横にした長さと同じくらいです。中に何が隠されているのかが分かれば世紀の大発見となりますが、ヤクート族によると野生動物でさえ近づくのを恐れているとのこと。この不思議な場所について地元ではたくさんの噂が流れていました。近づけば病気になる、さらにはその場に向かったがそれっきりで行方不明になった者もいるとかいないとか。この話を聞いたコルパコフですが、怖がるどころかむしろその場所で何が起こっているのかさらに興味をそそられました。結果、彼は近づき探索することを決意。専門知識があるからこそ簡単に説明がつくかもしれない、そう思ったそうですが、そう簡単にはいかなかったようですよ。彼は周辺を観察しながらゆっくりと近づきました。半分に折れた木、土、植物が目に入ります。最初はそれが考古学的な遺物かもしれないと思いました。エジプトや古代ローマ人のような能力を持たない古代民族が建てた遺物かもしれない。もしかしたら別の古代文明の遺物なのか。確かに遠くから見るとそれは巨大な鳥の巣のように見えます。実物は大変大きなものでした。そこでコルパコフはこのクレーターの構造に似ている古代建築物がないという理由から人工物ではないのではと思い始めました。もしかしたらこれは火山なのか。もっともらしい発想ですが、何百万年も噴火が起こっていない上、火山にしては新しすぎるように見えます。それに表面には何もありません。クレーターの斜面には木々もなく、風もなければ必要な土もありません。もしかしてヤクート族は正しくて本当に動物も避けているのではないか。彼が頂上まで登り目にしたものは信じられないものでした。頂上はとても暑く、額には汗が流れてきます。まるで火の近くにいる感覚に襲われ、下を見てみるとそこにあったのはまん丸の何かでした。もう一つの謎。彼はそう思いました。クレーターの中央にある丸いコブは電柱の高さと同じくらいの12メートルの高さで、活動していない火山にでさえこのようなものはありません。このコブが一体何なのか想像もつきません。この不思議な場所の謎を解くことができなかったコルパコフは家に帰り、目にしたものをいろいろな人に伝えました。そしてかつては地元の不思議だった場所がすぐに世界的な謎になりました。しばらくして様々な理由でこの場所はロシアで最も謎めいた場所と名付けられました。構造物の上や周りには木は生えず、放射線レベルが非常に高いことも分かりました。詳しくお伝えしましょう。コルパコフの発見は科学界の関心を呼び起こし、人々は持論を出し合い考え始めました。多くの専門家はこれが隕石によるもので間違いないと同意しました。隕石が信じられないほどの速度で地球の大気に入り、
地表にぶつかるまでに速度を落としたものの、地面に衝突しクレーターを形成したのではないかと。年が進むにつれて何が起こったのか明確な答えは出てきませんでしたが、ほとんどの人はこれが事実であると信じていました。しかしその後、他の科学者たちは独自の考えを示し始めました。そのうちの一人、地質学者のアレクサンダー・ポートノフは、1908年の夏にあのツングースカ大爆発から剥がれ落ちた岩がクラスノヤルスクで爆発しクレーターができたのではと発表。この事件、地球に衝突したと言われる隕石は見つかっていないから不思議なんです。理論によると、地表に衝突する前に空中で爆発したのだとか。この2つの理論は謎めいた場所への探索を促しました。訪れた科学者は土壌と周辺の植物のサンプルを採取し、実験室でこれらが宇宙が起源であると証明しようとしました。これといった証拠は見つかりませんでしたが、結果研究が続けられ、新聞の一面を飾るほど注目を集めるようになりました。2006年にイルクーツク州立工科大学のアレクサンダー・ドミトリエフ博士がこの地域で不可解な磁気異常を発見しました。そして彼は地表から数メートルの場所に鉄や他の金属があるかもしれないと予想しました。そこでモスクワ力学研究所のイゴール・シモノフ博士が研究に参加。隕石の衝突があの不思議なクレーターを構築することができるかどうかを確かめるためにテストを実行しました。その後彼はクレーターはおそらく宇宙にしか存在しない高密度の素材でできた球体のものが偶然に落ちてきたのではないかと結論付けました。この理論を説明した論文が出た後、専門家たちはそれが可能かどうか確かめるためにさらに実験を続けました。そしてそれが宇宙から落下する一つの物体だけではなく、時速2万3000キロを超える二つの物体であることを突き止めました。最初の隕石が地球に衝突した時、クレーターが形成され、二つ目の隕石は最初の衝突により速度が低下し、地面に深く沈んだというのです。しかしこの理論も様々な問題があり、多くの天文物理学者は隕石が全く同じ場所に衝突することはないと主張したんです。答えがなかなか見つからないまま、この謎を解くためにより多くの専門家がシベリアにやってきました。そのうちの一人は木のサンプルを収集し、樹齢を調べ、斜面で採取した小さなサンプルと比較しました。そこで新たな発見がありました。このクレーターは約300年前に出現した可能性が高いということなんです。これでいつできたのかは分かりましたが、どうやってという謎が残ります。また木を研究中、新たな秘密が明らかになりました。年輪を数えることで木の年齢だけでなく、その木に起こった異常なども知ることができました。この実験を通して、この地で育つ植物が普通のものよりも成長が大変早いことに気がつきました。土の栄養分の含有量や日光の有無など、一般的な成長要因を除いた結果、たどり着いた結論。それは、そう、放射線でした。専門家たちは大量の放射線にさらされた木や植物の成長速度が上がることは分かっていましたが、クレーターとその周辺の放射線レベルはそれほど高くありませんでした。もしかしたら過去300年の間でこの地域に放射性物質があったのかもしれません。確認する唯一の方法は木をより深く調べるということのみ。実際に調べた結果、幹に高レベルのウランとストロンチウムを発見しました。そしてこれらの要素は過去20年間で減衰していたため、クレーター自体の最初の測定値はそれほど高くありませんでした。次のステップはこれが何なのか探ること。彼らはコルパコフが初めてファイアーイーグルの巣を探索した時に仮定したことに注目しました。これが溶岩ではなくガスを噴射する火山だったらどうなるのか。もしかしたらこれがずっと求めていた答えだったのか。
皆さんが想像している通り、この理論にも問題があります。ほとんどの火山が放射するガスは危険な放射性ではないので、これでは木の成長の説明がつきません。また、噴火した記録がないため、ガスの分析ができません。しかし、ガス噴火であれば、クレーターが地面から押し出された説明がつきます。そして、2回目の噴火で登場の丸い物体が中央に押し出されたという可能性もあります。しかし、謎は今でも残っています。なぜ木はある時期だけ放射線の影響を受けたのか。なぜこの地域の磁気は高いのか。地球を衝突した隕石は一体どこへ行ったのか。隕石ではなかった場合、この孤立したシベリアの森にあるクレーターはどうやって生まれたのか。今日も答えを見つけるための探索が続いています。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。